はい、次お願いします。はい、どんな腰痛ですか？定期的に痛くなって、ええ、で今は腰とか、お尻のところが、はい、あ、座骨神経みたいな感じ、しびれるっていうか、それ痛いです。痛いね。接骨院に電車って、レントゲン取っても異常なしって言われるんですよ。あ、レントゲン取っても異常だし、はい、ただ尻尾を張ってみたけど、ああ、尻尾張って、うん、もう治んないよね、そんなのね。あ、向こう見て、はい、向こう見て、向こう見て、はい。え、それは痛いのに異常なしって言われたら、そうですね。ただ尻尾もなくて、うん、終わりみたいな。あ、尻尾張れば治るってこと？様子を見て、うん、また1週間も来てくださいみたいな。なるほどね。全然違うもんね、この左右差が。こっちの方はすごく暴流しちゃってるの。そう、こっちが痛いね。痛いでしょ、はい、暴流してる方が痛くなる。ねえ、そう。はい、ちょっとお辞儀してみて。いつから痛いの？最近また痛くなって、定期的に痛くなる。これは痛くない？これは痛くない。はい、オッケー、起きて。はい、起きるとき痛いでしょ、はい、後ろ見てんじゃない？後ろすると。痛い？後ろすると。痛いね。オッケー、はい。ねじってみて。ねじって、これ大丈夫？で、そのままねじって、あ、後ろ反って痛いね、はい、反対はこうして、これ平気ね、はい、後ろやって大丈夫？大丈夫。 OK、 はい、前ならやから万歳しよう、万歳。はい、耳につけてみて、これ痛くない？ここは大丈夫。大丈夫、はい、戻して、はい、腕向いてみて、おー、いいね。この時腰痛くない？ミシミシ言う、怖いね、それね、はい、右を向いて、そう、はい、うん、左向いて、あんま左向けないね。そうですか。そんなことない？もう一回右向いて。いや、首は、うん、右が向けてるけど、左が向きにくくない？ほら、かもしれないね。オッケー、はい、仰向けで寝てみよう。何さんっていうの？山内さん。山内さん、こっちは柔らかいでしょね、でもこっちは硬いでしょ、ほら、わかる？ね、こっちはほら、ストンってことだね、違うでしょ、膝曲げて、そう、これが痛い、これが痛いし、ね、こっちが痛くない、ね、これが痛い、お手でここにして、お手でここ、うん、あ、肘を中にして、中にして、ほら、こっち向いてるじゃん。ね、から、こう、全然違うほら、肘の高さ、こっちの方が上がってるでしょ、見える？こっちの方が違うの分かる？見えない。見えない？そうだ、肘伸ばしてみて、肘伸ばす、そう、肘伸ばしたまま、伸ばしたまま耳に寄せるところ、ね、手はこうなんなきゃいけないね。スカスカでしょ、スカスカです、ね、はい、痛くない？肩大丈夫？首が痛いのね。これは肩を直すまで首治っちゃうからね。はい、チェックします。これ痛くない？腰股関節大丈夫？こっちはどう？あ、なんか硬い。怖いの？股関節なんか外れそうになったことある？なんか痛い、いつも左が痛い。お尻を動かして。どう？ちょっと重いね。痛い？こう。左が痛い。OK、下ろして。はい、丸まります。あ、痛いかな？大丈夫？あ、こっち、はいはい。これは？大丈夫だね。うん、スムーズだけど痛い。これ。どう？痛い。はい、こっち。痛いね。OK、 じゃあ直していくね。はい、はい、いきます。はい、力抜いてる。震える震えるね、力抜いてて。
そう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 、治ろうとしてる。すごい触れてるよ。すごいね。すごいね。力だけ抜いて、足下ろしてる感じ。そう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 。はい、OK。はい、お手でここで。ね、さっきこうなったでしょ。そっから、はい、こう、はい、肘を伸ばす。肘を伸ばして耳に寄せる。さっきよりいいね。でもまだちょっとずれてる。なんか足りない。じゃあ両膝曲げて、はい、お尻を浮かせて、曲げすでしょ、はい、下ろして、はい、丸まります。お、いいね、最高だ。はい、これは大丈夫だった。こっちが痛かった。どう？痛くない。はい、こっち。ちょっとある？感じは？大丈夫、オッケー。よし、じゃあちゃんとやろう。はい、息を吸って、はい。野口さんだっけ？上だけ見てみて、うん、
すごい。オッケー。はい、戻して、はい。右向いて。うん。はい、左向いて。いいね、向けてるね。オッケー。どっか痛いとこチェックして。お？ミシっていうのはいいんだけど、ね、あの見てみて、こうやってね、顔と天井が平行まで上がってるってことは、頸椎の配列が伸びてる、ね。で、そこがミシっといってる原因っていうのはね、ここがね、反りすぎてるんだよね。ああ、そう。そうです。そうです。反り腰でしょ。うん、ね、だから反り腰を直さなきゃいけないの。はい、この反り腰の、ね、直すためには、はい。ここ。いい？おへそ、おへそここでしょ、うん、おへその下をこう、チョップして、めり込ませる。そしてそのままグッと上に上げる。はい、上向いて。右右言う？言わない。言わないでしょ？静かなの。だから骨盤が反ってると、ね、右右っていうの。そう。恥骨を持ち上げる、恥骨を持ち上げる。うん、ね、そうしたときは上を向いても右右言わないでしょ？でしょ？だからこの骨盤の動き、ね。ありがとうございます。もう良くなるからね。ありがとうございます。はい、はい、お願いします。どんな具合ですか？私多分みんなより重症なんです。重症なの？おお、すごい。五十肩で。あれ、腰痛専門って書いてあるんだけど、あれに。あ、そうです。あ、チャンネル登録お願いしますよ。